今回はアニメ「葬々のフリーレン」第14話に対するネットの反応、感想を紹介していきます。今週は原作人気1位のエピソードなのか、ドライブの存在感、ドライブコラボ、ボンズの次はスマホゲーコラボじゃない、なんなのこの戦地じゃない、3000は多すぎだよフェルン、フェルンに無料ガチャとか言わすな、もしかしてフリーレンも進撃並みにコラボしまくるようになる、しばらくしたらフェルンもコラボ慣れしてくるんだろうね、コラボのフリーレンと呼ばれるようになるじゃない、むっすー丸いじゃない、膨れまんじゅう倦怠期か、濃厚なシタフェルかい、予告では悲壮に聞こえてたのにいざ見ると可愛い、フェルンはいきなりキレた、こいつ結婚したら絶対めんどくさいやつだ、サンデーの漫画のヒロインは大体めんどくさい、ゲシゲシゾルトラーク物理魔力でローキックの威力を高めています、フェルンの攻撃音あんな可愛いのはおかしい、もっと重い音してるはず、シタフェル煙おじさん本当に助かる、この展開フェルン NTR 同人の冒頭すぎる、そもそもちゃんと誕生日教えてたのかな、このパーティアゴヒゲがいないと機能不全起こしすぎる、不快です、めんどくさいなこいつ、このめんどくささなのに人気がある奇跡の女フェルン、根はいい子だからひどくない、まだギャンブラー総量軽蔑してるからな、シタルクの身ぐるみ剥いだのを怒ってるんだよ、ザインすぐ刺してくれるのほんといいよね、アゴヒゲは大人だな、さすがパーティー唯一の大人、こういうのフリーレンだとできないからね、俺が NTR 系同人作家ならここで一本書くわ、純愛ものを浄化されてる、こんな潤滑油がいたらシタフェルが結婚しちゃうじゃない、っていうかシタルクが誕生日祝う習慣ないまま育ったのこないだ聞いたやんけ、このおっさん普通に良い人だった、ギャンブルしなければ、これが大人だよな、どっかの繊細児は投げキッスですよ、むしろ繊細なのに投げキッスできるの偉い、フリーレンの屋根滑りかわいい、屋根で遊ぶ猫みたいな動きしてた、お酒飲んでないよ、なんでこんな生臭坊主があんな女神のカゴ受けてるんだろう、さらに投げてるのはラタ、オリーブの実っぽいの嫌いなのかハイター、多分野菜嫌い、ハイターが一番人間臭い、とてもいい、大人のふりをするわなんかわかるわ、ふりをして大人と認識されるだけ立派だよな、なでなでいいな、フリーレンママ、俺も褒めてほしいな、褒められることしてないけど、フリーレンおばあちゃん、大人になるとこういうのぐっときたる、もう付き合えよ、シタルクの仕草が乙女だ、なんでシタルクの表情がいちいち可愛いんだよ、いつ結婚するのこの二人、ここまで来るとすでにもう付き合っちゃえよというよりなんでまだ付き合ってないんだよになる、シタルクとフェルンってお互いに自身の恋心についてはまだはっきりと自覚してなさそうなのが尊いよなぁと思った、淡くて甘酸っぱく清純な恋をしてるんだなと思えたし、フェルンはもしかすると今回のお話で多少は意識するようになったのかな、ラブコメとか普段読まないし恋愛要素とかにも興味ないんだけど、フェルンとシタルクは見てると何か微笑ましくなるんだよな、不思議な感覚だわ、ザインは早くも一様に馴染んでいたな、年長者としてのポジションから子供たちにアドバイスを送ってた場面はベタだけど好きだぜ、シタルクに対して同情したりとシタルクの理解者みたいになってたのも好きや、おかしい、魔王討伐メンバー全員等しくどっかおかしいのでセーフ、現実にかかってても戦える勇者と2ヶ月間無呼吸無補給で生きられる魔法を使える僧侶と自由落下程度じゃ死なない戦士と1000年以上生きたエルフの魔法使い、比較すると最後が一番しょぼく見える、不思議、アイゼンはモンハンのハンターか何か、アイゼンはなんでできてるの、ガンダリウム合金でできているかアルトアイゼンかのどれか、フリーレンが馬車から颯爽と飛び出してゾルトラーク1発で魔獣をほふるとこはかっちょよかったですね、フリーレンやフェルンが何かと空中浮遊や空中停止しているので魔法使いは空中戦に長けているのかと思ってた、そもそも魔族の真似でなぜ飛べてるのか理論的に解析できてないのかよ、原理がよくわからないまま使ってるって割とあるよね、原作のことはよく知らんのだけど、原作だと馬が助かったのかどうかについては特に触れられず曖昧にされたんだろうか、原作もアニメも同時だよ、このアニメシナリオは原作にかなり忠実だしセリフに至っては 98% くらいは一字一句変えずそのままアニメで使ってる、馬が無事でよかったよかった、そしてフェルンの顔がどんどん丸く、落下した後馬がふわふわ浮かんでる描写で魔法で助けてやったのがわかりやすくなったな、なんてニッチで便利な魔法、なんでもあるな魔法、ドラえもんの秘密道具みたい、なくしたガンプラのパーツも見つかりますか、リモコンとスマホと財布と鍵だけが対象でいいからこの魔法欲しい、指輪の位置が光るところの演出が美しかった、それにしたって指輪飛びすぎだろ、指輪が馬車から落ちた地点から随分鳥が馬車を運んだからな、ヒンメルは花言葉知ってたんだな、プロポーズだー。
どう見ても結婚を申し込む格好。ほんとイケメン。ヒンメル絶対に花言葉知ってたよな。知っててフリーレンに伝えずひざまずいてあの指輪をはめた。鳴り響く鐘の音、夢に見そうなほど美しく切ないシーン。シュタフェルの鏡レンゲは花開いててヒンフリのはつぼみなんだよね。切ない。これだけやってるのに気づいてくれない。何やってんだろヒンメル。クソボケルフすぎる。フリーレンは人間の文化知らないだろうから。話が進むごとにどんどんかわいそうになる勇者ヒンメル。勇者を殺せる女にして勇者をひざまずかせる女フリーレン。ここまでして50年放っておかれたヒンメルかわいそう。ヒンメルこんなにアピールしてたのに死んだ後に自分の気持ちに気づくなんて鈍すぎじゃない。キブリジー大量発生会。シュタルク様がバカだからです。オチでダメだった。あのカバンで80年も指輪なくさなかったことが一番の奇跡だな。ファンによる人気投票1位のエピソードでした。納得。やはり恋愛漫画だったか。フリーレンマジで取り返しのつかないことをしてしまったのでは？だから天国目指してるんだぞ。鏡レンゲ、花言葉はクオンの愛情。アニメが気合入った作画と塗りで綺麗に描いてたな。正直砂を吐きそうな甘々な回だったけど、独特の雰囲気で見やすい範囲に落とし込まれてるのがすごいと思う。ヒンメルの叶わぬ思いが切なすぎて苦しいぜ。シュタルクとフェルンは結婚しとけ。こんな恋愛要素強かったっけ。原作読んだけど脳から消去してたわこの回。天国と呼ばれる場所に行って本当にそこにヒンメルはいるのかな。ヒンメルに会ってフリーレンは何を話したいのかな。ハイターとは話さないの。現実でいう恐れ山みたいなものかな。おばあさんがいて会話できるみたいな。50年待ってくれたヒンメルに会って伝えたいことがあるんやろうな。フリーレンはヒンメルに会って頭を撫でるのかキスするのかぶん殴るのかその日が楽しみだ。フリーレンは指輪をはめてないのよな。はめるときは来るのだろうか。恋愛見守り隊長のザインが加入したことでお話作りの幅が広がった感あるね。今回みたいなすれ違いネタはザインがいたからこそ成立するお話なんじゃないかって気がする。鈍感エルフのフリーレンには的確なアドバイスができたかどうかわからんし。フリーレンはなぁ、ヒンメルの気持ち自分の気持ちに気づけば気づくほど、もうヒンメルはいないじゃないになる、アウラのたたりじゃ。ヒンメルはもういないじゃない、この言葉がどれだけひどいものかが今回でよくわかったな。フリーレンは本人もよくわからぬ感情でアウラのあの言葉でマジギレしてるんだよな。めったに見られないブチ切れフリーレン。フリーレン14話の反応、いかがでしたでしょうか。今回は濃厚なラブコメ回、ファン投票エピソード1位の話とのこと。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。